3月7日のロシアとウクライナについての情報を紹介していく。ロシアのルーブルがまた暴落して、デフォルトになる可能性が高まってきた。今日のドルルーブルチャートはこのようになっている。ハイパーインフレ状態が早ければ年内になってしまう可能性も出てきた。ハイパーインフレとは、簡単に説明すると物価が一気に上がってしまうものだ。缶ビール1缶200円が、いきなり600円になったりするとかイメージすると、わかりやすいかもしれない。このハイパーインフレが加速すると、ルーブルという通貨が紙くずになっていくというものだ。CDS も紹介する今日の 56% は高すぎる感じもするが、今日も CDS は上がっていた。あとは簡単に主なニュースを紹介する。ロシアがシリア兵を募集。ロシア政府は、200-300ドルの報酬でシリア兵を募集していた。契約は6ヶ月単位。ベラルーシの参謀総長辞任。ウクライナ参戦を命じられたベラルーシ兵士で大量の拒否者が続出した。それを受けて参謀総長辞任した。ウクライナが核生物兵器開発していた。ロシアはウクライナが核生物兵器開発していたと発表。ただこれは原発を占拠した時点で、ロシアがそういうデマを流すだろうと予測していた人が多い。最後は AFP のニュースから、中国がウクライナへ人道支援を行うというものだ。中国は、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、停戦に向けた仲介で協力できると表明した。また、ウクライナに人道支援を行う方針を示した。中国の狙いについては、また別な動画で紹介する予定だが、もし戦争をやめることが、できたらそれは喜ばしいことではあると個人的には思う。